コンンビニエスストアが無人店舗の展開に乗り出すセブン‐イレブン・ジャパンは12月 NEC と組み顔認証技術で利用者を特定し会計ができる店舗を開くというのが、まあ、一番最初の見出しです、えー、12月なんですよねあの案外動きが早い発表されたのが11月30日で,です、ね。もう12月にはそういうリアル店舗を開くそうです、えー、セブンは顔認証を使う実験店を NEC グループが入る東京都港区のビル内に開くあ なるほどねと。セブンイレブン標準店の1店舗にあたる、まあ、30平方メートル程度の小型店登録した NEC グループの従業員が利用できるカメラによる顔認証を減るが社印証をかざすと、まあ、入店できると入店そのものが実は社員証をを出すすか、顔認証を通らなななけければいけないっていとうことなんですね。商品のバーコードを読み取ってから顔認証をしたり専用端末に社員証を掲げたりすると会計が終わる。支払いは ここが、僕すごいと思ったんですけど給料天引きとして現金や電子マネーなどで決済する手間を省く、えー、商品の発注や陳列は従,業員従来通り店員が行うがレジ,レジ業務をなくすことで最低23人必要だった店員を終日1人にできる利用者のレジ待ち時間も少なくなるオフィスや工場などの利用客が限られる店舗への導入を視野に効果を検証するってやつですね。まあ なんだろうなあのスーパーマーケットとかでもですねもう無人レジが当たり前になってますね人がいるレジが2つか3つぐらいしかなくてその他あの五つか6つぐらいはもう無人レジが当たり前になっているとですねでこれはあのじゃあ万引きとか発生したらどうするんだとまあスーパーのレジとかは重量で測ってそういうトラブルが起きないようになっているみたいなんですけど基本的には万引き被害の被害金額よりもレジ打ちの人件費の方がかかるっていうことになってす。 てるわけですね、そういうふうに見てるわけですつまりあくまでコスト問題としてこういうのは無人レッジでやってたんですけどもセブンイレブンのこのアプローチが新しいところはですねあのつまり多分これがうまく動き出すとなると次に来るのは大学構内のコンビニですね大学構内の売店で学生証を提示するとっていうことになるんですよ。ただ のこの社内グループのやつは社員の給料からの転引きというのができたんですけどもです、ね、学校はです、ね、まさか学生証とその個人の預金残高との紐付けというのは行われていないとだからたあの2019年2020年あたりの議論はです、ね、この個人ナンバーいろんな人がです、ね、学生証というのを持ってたり。 あとは社員証というのを持ってたり保険証というのを持ってたりそういうような個人のナンバーと預金またはデポジット金額ですねそういうふうなものを紐付けるのが当たり前になるでしょうと今僕らはそういうデポジットっていうので例えばスイカとかパスモっていうのはデポジットとしてるわけですね自分で1万円とか2万円あとアマゾンのやつもそうですね自分で1万円2万円何万円っていうふうに入れといてそこから払うというふうなことにすれば 最終的な個人情報や預金情報と紐付けずに、まあ、電子決済が可能にな,るってなってるんですけどどんどんそれがもう面倒くさくなってきてるわけですねなのでそういう個人ナンバーとあの預金口座とのもしくはデポジット専用口座との紐付けになってくるでしょうと、えー、なかなか普及してないマイナンバー制度ってこれとリンクさせると一気に普及するんだろうなというふうに僕は思います。 例えばその自分のマイナンバーに自分の預金口座を紐付けするとどうなるのかっていうと PASMO、まあ、代わりにです、ね、これで Suica とかパスモ経緯はするんでしょうけども電車に乗ってコンビニを支払って映画を予約してアマゾンをなんか買い物すると。でこれがですね現実化すればいやいやどうなるのかっていうとですね実はクレジットカードっていうのがこの世の中に存在しなくてよくなっちゃうんですね。たただだ単に、に僕らに必要だったのは、 だろうな信用できる自分の番号とそれで預金口座残高というか預金口座との紐付けであって実はですね世間の大半の人はですね大半というか半々ぐらいなんですけども実はクレジットカードのクレジットたる部分いわゆるお金を借りたりですね分割払いという部分を使ってないんですね。で残り半分のの人たちにとっては、クレジットっていうのは 給料日が来るまでにお金が使えるものであったりもしくはリボ払いというふうなものをするんですけどもちょうど今半分半分ぐらいにあのそれやってる人クレジットカードを使ってる人がもう分かれてるそうですある人にとってはクレジットカードのなんだろうなあの月ごとのな利用残高利用残高というか利用額がもう無駄でしょうがないと。 アメックスみたいに限度額がない方が気にせずに買い物ができる俺の預金口座には何千万とあるのに、なんで月々120万とか60万とかっていうふうに使用限度額が決められなきゃいけないんだと。こういう人にとってはもうあのなんだろうな違うカードのデビットカードとかですねそういうふうなカードの方が便利になってきているわけですね。だそういう人にとってはもう自分のマイナンバーとあのなんだろうな。 えー、預金残高をリンクさせてくれた方が便利なわけほうが初期のうちはですね、スイカとかパスモなどのさっき言ったようなバイパスを通らなきゃいけないんでしょうけども中間業者であるクレジットカード会社これあの日本はです、ね、これからオリンピックを迎えてその後、大阪万博もあるわけですねでそういうのが来るにあたって多分これからクレジットカード支払いが中止になると。 マネー現金キャッシュレスになるという,ふうに言われているんですけども、その向こうに見えているのはなんでそんなキャッシュカードの会社が必要なんだっていうですね。中間がなくなる世界が待ってるんですよね。あの僕らは今 amazon とかの通販会社は当たり前に使ってるんですけども、これが上陸してくるまではリアル店舗がなくなるなんて考えもしなかったわけですね。ところが。 あの電子決済ができるです、ね、あの通販会社が出てくるとどん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 リアル店舗が閉じていってで卸会社がなくなってしまって僕らメーカーから直接物が買えるのにどん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 近くなってきてるんですね。でそううなってくると、クレジットガード会社っていうのは、 もう一つでいいいじゃないかとかです、ね、ともしくはゼロでいいじゃないかと今ちょうど中間のリアル店舗がなくなっているように中間の銀行とか金融とかクレジット会社っていう今この世界では20世紀の後半ぐらいからこれこそがザ・ビジネスだと思っていたような会社がガーッと傾いていくのがですね2020年から見える風景じゃないかなというふうに思います。 えー、この個人ナンバーと決済の紐付けが頭になるともう国は税金を集めるのにコストがかからなくなると、えー、税務支援国税局という存在が、まあ、次のです、ね、国家政府の行政のリストラ対象になるんだけど果たしてこれが、まあ、日本国政府にできるかどうかですねこの辺りの話は年末のですね まあ,あの、30年後の世界っていうのをちょっと予定してるんですけど年末か年明けぐらいに30年後の世界こういうふうになるだろうねっていうのを予想してるんですけどそっちの方で話しましょうあの何、ー、だろうな政府のとんでもないダウンサイズが <laughs> 行われることになるとでいやそんなこと政府がするはずがないって言ってもですね他の国の政府がやそれをやりだしたらですね現にアメリカは僕かなりの確率でやると思ってるんですよね。 あのそれをやりだした時にですねじゃあ日本国籍を持つ意味がどんぐらいあるのかって話になってきちゃうわけなんですよそれよりは行政府のコストが思い切り安い国になんでしょうね今だったら例えば税金払いたくないからシンガポールに行って話は何ヶ月か何週間か前にしたんですけどそんなレベルではない。 根本的に、行政府のです、ね、コストが安くて、ね「所得税なんかほとんど,ほとんど5%でいいよとか消費税だけでいいよというような国が現れたらみんなそこに国籍移すのはもうあのどうしようもなくなってくると世界観光が見えてるわけですね。まあ、その国に払う消費税を払うから多分問題はないんでしょうけどもでそうなってくると日本は消費税40%ぐらいになっちゃうんでしょうけどもですね。で完全な今のですね キャ、えー、話した通りキャッシュレス社会ですね。キャッシュレスな社会になるとこれがどんどん進んでいってですねどうなるのかっていうとあの口座に残高ゼロだとですねコンビニに入れなくなるんですねこのこのコンビニは NEC のグループの社員でないとゲートが開かないんですここが僕ポイントだと思うんですけれどもさて近未来のですねコンビニはですね銀行残高がゼロの人間に ゲートを開くく意味は全くないわけですよね。<laughs> そもそも無人コンビニって考えてみればですねつまり人件費の方が万引き被害よりでかいって考えたんですけども金がないやつをコンビニに入れるメリットが全くないといやコンビニの客っていうのは例えば立ち読みとかなんかしてくれてもそれのおかげで客寄せになるというのがあるんですけどもいや金を持ってない客がコンビニにいてもそれは他の客にとってのリスクになるだけなんですね。そんな危な危いやつが入ってるよりは、 えー、なんだろうな有料な市民がいっぱい入っているコンビニの方が安全であるという考え方になるんですよ。管理社会を嫌な人管理社会を嫌う人っていうのはこれ嫌な話だと思うんですけどもですねおそらく大多数のです、ね、平凡な市民にとってはいやその方が安全だわっていう考え方にどんどんなってくるわけですよね。で顔認証だけで物が買えるようになる、まあ、ここで書いてるようにそうなるとですねじゃあ 顔認証だだけでで万引きできるんだったら、アマゾン号みたいに最後はレジを通さずに物が持って帰れるようになるんだったら万引きできるかもなと思うようなやつを事前,事前に店内に入れないようにゲートでブロックすると。 それが一番セキュリティコストが高いわけですね。まあ、つまり、あの、やんちゃなヤンキーは最初から店に入れない、ブロックすると。つまり、一度でも万引きしたやつは二度と入店できないようにした、その仕組みを作ったもしくは、万引きしたやつはその店に対してあらかじめ1万円のデポジットを払って入店すると。で、3ヶ月間とか6ヶ月間万引きしなければ、そのデポジットが返ってくるとかですね。そういうふうな仕組みを取るのも当たり前になってくるでしょうと。すると 必ずこういうのはですね、抜け道を考えるやつが出てきてですね。例えば、いじめ、学校のいじめとかで、自分よりも弱いやつにですね。万引きさせるわけですね。コンビニで万引きさせた。それを持ってくると。そうすると、そいつのソーシャルアカウントは汚れるんだけども、自分は。な、綺麗なままで物を、まあまあ得ることができる。いじめをすることができると。しかし、なんかね、近未来の警察に届けられる犯罪っていうのは。 多分、大多数が自分のソーシャルアカウントがこういう手段で汚されたっていうです、ね、そういうものになると思うんですね実際の犯罪よりは。だからいじめでコンビニで間引きさせられたっていうのはかつてもしくは今は生徒が学校に言う問題なんですよで。学校の管理はどうなってるのかって話になるんでしょうけど近未来はですね学校はそういうソーシャルアカウントに関与できないのでおそらく学校でいじめられたら即警察に行くっていうですね あの割と健全ななルートを通るるよううになると思うんですね。<laughs> いじめは学校の管轄ではなくなって警察の取り扱いになるなんでかというと自分のソーシャルアカウントに損害が出るからなんです。ソーシャルアカウントの損害はそういう紐付けをですねあの数値を変えることができる公的機関なり何なりでないとおそらくクレームがつけられないというか数値の変更ができないとなので管理社会とか監視社会としてはねなかなかの完成度だと思います。 だから、こういうい無人化というのはもう映画館とかコンサートでも当たり前になるでしょう。チケットを持ってる人っていうのはあのー、何にもチェックせずにゲートを顔認証はスーッと通れるようになるだろうしもう、それは現在でもやってますよね一部で持ってないやつは通れないとでやがてこういう僕らはですねこういうなんだろう顔認証によるゲートの通過っていうのをどんどん当たり前と思うようになると思います。でそれれれによって、て顔認証でゲート通れて入れたところの方が、 安心できるような。例えば国際空港とかでですねなんかそこら辺荷物置いといたらちょっと不安なんですけどもところがセキュリティゲートを通ったらなんか安心感がちょっと上がりますよねそれと同じようにですね何かゲートを通った方が僕らの安心感が上がると安心というものの定義が徐々に徐々に変わってきてしまう例えばマンションの住民にしかゲートが開かないとかですね学校の生徒以外にゲートが開かないそういうゲイティーと ですね。門で囲われた世界というのを僕らは安全と感じるようになると。つまり市民生活っていうのは都市の中にあるのではなくて、都市の中のさらにセキュリティーゲートの内側に僕らは安心を感じるようになるっていうふうになっていくと思います。だからこの次の段階はもちろんゲートシティ、いわゆる城塞で囲まれた富裕層しか富裕層とあとその使用人しか入れないあのそういう町が。えー ままあ、あ2019年あたりから出てくると思いますたと。それはまあ、言っちゃえば超高級公共ホテルにあるですねあの会員専用ラウンジみたいなもんですねいわゆるチェックインしてカードもらわないとそのフロアでエレベーターが止まりませんっていうやつですねでスイートを予約したし客しかエレベーター反応しないしそのフロアに降りたらそこのラウンジとかそういうなんだろうなあの各種サービスっていうのが全部タダになってるとああいうのがビルのワンフロア丸々になったりやがては 一つのビルまるまるがソうになったりやがてはまあね森不動産あたりが開発するですね小さい町すてべてがゲートで囲まれて入れるのはですね選ばれたメンバーのみっていうのがなっていくでしょうこの顔認証が進んでいく方法はそういう社会の階層化っていうのがやがて土地的に見えるようになるっていうところだと思います、えー、無人コンビニっていうのはですねあのそういよいよ始まった ネットを使ったカー技術の移を尽くしたネット階級社会の第一歩だと思います。